たいと思います。あれこれぐらいか。あ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日ただいま1時過ぎでございます。今日からお仕事、3月ももう終わりですね。そんなこんなのパテモス協会、本日は目玉焼きのせ丼が昨日卵凍てきたから食べたい、というわけでゴージャスなベーコンエッグ丼でございますね。はい、塩コショウした卵、若干固めですけど、まあ、1分ぐらいなんで半熟かな、もしかしたら。それに鰹節、だし醤油、天かす、海苔、紅生姜、ネギ乗っかってますね。そしてこちら、これ何やったっけ、美味しかったよ、日清デカうまだし濃いめきつねうどん、これで食いたいと思います。はい、というわけでね、食べましょう。早速ね、いただきます。いただきます。画角どうねんやろ、まあ、これぐらいまで前に出た方がいいんやけど、なんかね、ほんま地面置き、この、ね、一緒の高さにして、もうちょっと向こうにやってん、ここにね、台があってね、いかないんだよ、そう、うまくね。はい、昨夜、昨日はね、下駄箱の蓋を作っておりまして、本日よりちょっと下駄箱の蓋、下、下段を作っております。作っておりますけど、まあちょっと材料がないんで無理なんですけど、途中までちょっと頑張ってやっておりました。ということは、仕事は今日はゆっくりしておるということでございます。ありがとうございます。これ5分経ってないな。車は今日帰ってきましたね、修理に出してたやつが、うん、ギーギーうちのあのタイヤのね、あのホイールベースじゃない、なんていうの、あのタイヤのその中でね、タイヤが吸ってたんですけども、それを直してもらって、車検から帰ってきたら、何ですか、ドライブレコ、ドラレコとか、いろんなアクセサリーの電源がつかなくなってて、なんかアースがおかしなところにつけ直されてたと言ってましたけども、それも直してもうって帰ってきましたが、思ったより安かった、ありがとうございます。また注文、またね、何かあったら注文には頼ませていただきます。また食べます。いただきます。ごめんね、長くなって。あ、うま、これは当たりだわ、わかめがよう効いとる。でかうまはこれと何やったっけ、もう一個ね、うまかった。うん、うまい。うめえな。どうやろ、あ、絶対いけるやつや。どうか、じゃほぼ半熟やん、分かる、いい感じや、全然半熟やったわ。よし、じゃあちょっと混ぜますか。まあ、こういうのはね、行儀が悪いというね、言われますけども、混ぜてこうだ方がうまい決まっていいんやから、そんな混ぜるやろそら、うん、混ぜたいね。これ混ぜ飯ですから、混ぜそばならぬ混ぜ飯、混ぜないとご飯はね、2合ぐらいたまると思います。これ炊きたてで、あんまりこういうことはあんましたくないんですけど、でも炊きたてですね、ご飯なかったんで炊き立てました。うん、このために。あ、これはうまそうだ。でかけた醤油はだし醤油なんで、少々多めにかけたところで大丈夫。はい、薄味なんで。やばい、いただきます。これは絶対おいしいやつですね。うん、うまっ、紅生姜めっちゃいい仕事するやん。いや、うめえわ、やっぱうめえわ。
私的にはね、生卵の卵かけご飯より好きなんですよ、こっちの方は。あと天かすと鰹節がいい仕事してます。マジうまいね。目玉焼きのせご飯ほんまにうまい。なんでこういうメニューがないんやろ。俺やったら定食だろな。目玉焼き定食、すべてをご飯の上に乗せて食べてくださいと、ご飯に乗せて混ぜてくださいと。バラバラにね、まあ好みもいろいろあるからさ。一応ベーコンエッグ定食として出して、ネギと鰹節と海苔と天かす、そしてだし醤油、紅しょうがもね、薬味っぽく置いといて、こういう風にさせるように促せて、そういう定食を出したいな。これいくらぐらい出せる？でもこんなんやったら500円でもいいでしょ。500円でも出すでしょ、今ご時世高いんやから。こういうの味噌汁ねつけて、うん、こういう飯、食いたい時で結局自分で作るのは無理やん。店でまあ目玉焼きが出るとかやったらいけるか。目玉焼きのせご飯で食べたいときね、どこがいいんだろう、うん、弥生軒とトッピングで目玉焼きとかねいけるんかな。うまー、卵2個も贅沢に使うだけど、でも卵かけご飯派の方が圧倒的に多いんやろな。生卵のね、うん、まああとは生卵をかけるだけっていう手軽さがあるからね、あれはな。これ焼かなあかんしな。卵焼きとご飯も好きですよ。でもやっぱ目玉焼きのせご飯の方が
まあ、これもね状況によるな。俺生卵の卵かけご飯が食べたいと思うときはないんですよ、ほぼ。前も卵かけご飯のタレをもらったからやりましたけど、でもやっぱり頻度は多くない、それをもらったとて、うん、私はやっぱりご飯が好きなんでね、こういう白米が。牛丼とかでもね、つゆ抜きですんで、私は飯感をね残したい、極力あのサバシャバシャバシャバ感じゃなくね、うん、だからやっぱりこれはいいね、うん。でも生卵の卵かけご飯苦手っていう人も結構いるんじゃないの？うん、そもそも生卵が苦手っていう人もいそうやね。夢中でご飯を食べてしまいました忘れてた、きつねうどん。でもごつ盛りやね、これでかうま、これ当たりですよ。最高じゃった。食べました。というわけでパテモス協会、本日はね車も帰ってきて、そしてとても安くで直していただきまして、心が本当に幸せな気分になっている、そんなお昼ご飯はさらに幸せな気分になれるベーコンリッグ、それも卵2つドンと、そして日清デカうま美味しいだし濃いめのきつねうどんでございました。旬の中身、皆さんご苦労様でございます。私も今日から仕事に頑張りますんでね、お互い頑張りましょう。というわけでごちそうさまでした。ほな。